デデンとドンと、これ落として終わりなんでしょ。はい、じゃあやりますか、いつも通り。これワッショイできるわけないでしょこれ。掃除したのに。またこれはまたこれはまたこれは。お手を拝借？お手拝借、まあ大丈夫かな。怖い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 。じゃあ動かないよ、押さえて。はい。こう。ちょダメダメダメ、ちゃんとちゃんと。ダイグダン。はい、オッケーです。そのジャンプすると動画で採用してくれると思って飛ぶ人でしょ。違う。超重いんだけどこれだけで。ででん。ででん。ででんと、いや今日もいいサムネ撮れそうだね。ドンと、いやこれいいサムネだよ。これ落として終わりなんでしょ。はい。ダダーン。はい、ということで本日は世界最強に世界最速に速くなるモンキー Z50J の原付バイクがまさかの忍者400を乗せて忍者モンキーになってしまうんじゃないかコンテスト。参加者俺1名。はい、つうことでですね、はい、こちらエンジン前回買いましたね。でいろいろすごくねコメントもいただいて、もうずらずらっといただきましたが、まあ、それは皆さんもう本当に全部見てますね。はい、でとにかく進めていくとですね、これいろいろしちゃいましたね私たちも。まずこのエンジン、これフレームを持ってきたところで、あ、フレーム持ってきてねや。ででんと、まあ、こういうことですね。まあちょっと分かりづらいでしょうけど、こうなるわけですよ。でいろいろ調べましたが、まあいけんじゃねえこれ。なんかちょっと頑張りゃな気がしてきたぞ。でここキャブじゃなくて FI ですね。で砂肝さんが調べたところ、キャブより楽勝なんじゃなかろうか言ってました。でこのエンジンもこのフレームも、まあここに見えてるものも全部ほぼヤフオクで待ってないヤフオクで手に入れたがため、一番心配なのはフレームにどうこう乗せるのも大変なんですよ。これもすごい難しい、もう本当大心配な心配中の心配なんですけど、そういうとこじゃない、エンジンがかかるのかってことですね。これをやんなきゃいけないんで、とにかく本日はヤフオクでブボーッとまた知識のない中買ってみたということですわ。ここポイントですよ、知識のない中ですね。これで買ってみたんですけど、今回今までの知識のないレベルが少し知識あるぐらいになってきました。ごめんね本当に。転生したらスライムになった件についてって言ったら、もうあいつ半端じゃないじゃん。そう捕食しまくってんじゃん。食ったら全部さ、なんかピピピピ、なんか体勢をなんちゃらしました、はい、っていう感じで、まあ、それぐらい俺らも強くなってきたということですよ。なんでかというと、そうす川崎忍者 R 忍者 400R 忍者 400R 忍者 400R ABS サービスマニュアル、これさ、もうこれさえあればもう何でもないよ。これどうやってくっつけたらいいか載ってますんでね。でもまたさらに頭良くなった僕たちはよく見ましたね、この裏にね。ちゃんとこの車体番号の ER400B、 これね、これまで合ってるよと、間違いないです、こちら。ただこいつには付け方とか名前とか書いてあるけど、細かいパーツの番号とか載ってないんですね。つうことで、で青色のやつパクリ負けでいきますけどね。パーツカタログですね。パーツカタログ EX400DBF、 よく見たら忍者 400RABS だけなんじゃねえかと思ったんですけど、多分あります。はいでこれでいろいろ今調べて買い集めまくってますってことなんですよ。で第1弾ここに沿ってるだけです。まだこれからどんどん来るってことなんですよね。これを今回いろいろくっつけてって、エンジンかかるかどうかを試してから、次フレームに乗せて、でフレームどうこうするんだとかね、やる間に須田妹さんがちょっと腕磨いてるらしいんで、今見ておけよと。残り少ない日本での人生ってやってるから、100日の砂肝ってまあ交互期待ってことですかね。ただ今回私砂肝さんといろいろ買っておりますが、こちらですね。これ見てください、この分厚さ。これだって1冊1万円ぐらいするんですよ。これどこで買っても、ヤフオクで買っても、ウェバイクさんで買っても、これを俺と砂肝さんが焦っていろいろ買ったら、買ってありますって送りましたよね、 LINE に文句炸裂。見てこれ3冊大丈夫って感じでしょ。でもね、これね1冊だけ違くて2冊違うんだよ実は。よく見たら忍者 400R だけの情報が書いたのがこの2冊で、こっちは ABS 用を要はサービスできるという感じで、前言ったと同じことが書いてあるんですよ。これ誰買ったの？これだけ3万円よ。もうほんと抽選で2名様にプレゼント、絶対いらないでしょこんなのということで、まあ、今回こういうミスも始まっていくということでやっていきましょうかね。これ1個ずつ開封していくのを。いや今日はいいとこだよ、ほらヤフオク開封納車みたいな、全部当たってますから完璧ですじゃあ開けてこハングオン恥ずかしいはい、ということでじゃあまず開けていきたいと思うんですけども、まずこのエンジンが、まあ、うちらの知識だとですよ、何がないとつかないかっていうと、まず FI ですね。 FI がないとダメで、バッテリーがないとダメ。あ、それバッテリーここ持ってきてないけど、まあ、買ってますね。じゃあゆうちゃんどうぞ。玄関のとこに左に箱に一番重いのがあります。ちっちゃい、はい、いらっしゃい。バッテリーなんて、あ、いやダメだダメじゃあ気持ちだけやってよ、気持ちだけ。はい、ゆうちゃんががっかりしてできなかった俺がやってしょこれちゃん、ここでバッテリーですね。まあ、これは本当サイズ感とか調べてこれよく書いてあるのね。であとは、まあ、本当はマフラーもつけなきゃいけないけど、まあ、エンジン始動だけだったらいいでしょう。でスイッチとかね、いろいろなきゃいけないんで、まあ、そういうの全部買ってあるはずということでさ簡単ですね。要はこれにエンジンなんといろいろつけたらもうエンジンかかるってことですよ。オイル入れてね、はい、こいつが大丈夫だったらじゃあ何が来てるかを確認していきましょう。まあいろいろ買ったんで、まずどっからいこうかな。まずこっからですね、これやりましょう。まあ、これもエンジンかけるには必要かどうか知らんさ。知らんす。正直わからんす。今回はマジ手探りなんで、ここからでね、本当はねこういうのも取りたくないぐらいなんでねジャンと、はい、これが、ラジエーターのアツシですねはい、これラジエーターアツシです。これこのパーツリストでちっちゃい「つ」が使えないみたいで、ラジエーターアツシって書いてあるんですよね。これラジエーターアツシですでこれがあってこういろいろこう冷やしていくとね、こうやってね、でかっやばくないこれ、でかっでかっ、何これ、横幅何かに守られてるよねこれ。こういう感じなの、まあどっちかわかんないけどね。まあ水が入る上だから多分あってね、ここにあれですね、クーラント液みたいのを入れてやると。知らんけど、知らんけどねまあそんな感じで入れていくやつ入れていくやつとかよくわかんないけど、はい、まあ、今から勉強ですから、まあ、なんつうのかね、エンジンかけるだけだったらいらないんじゃないか説でさ、燃える前にやめちゃえばね。でそしてデントはね、だから無理なんだって。これ純正エアクリーナー忍者 400R の純正エアクリーナーですね。見てこれ本当どこつけんの。シートと間違えてない、これタンクとかガソリンタンクとか。いや、ここにこうでしょ、つけるでしょ、それシートにしろよそうだよね、このままこうつけてシートにしろよって本当バカ野郎って言われるじゃんすごいねこれ本当ここから空気吸うのかな。でここから FI につながって吸ってみたいなね、 FI ね。でこういう感じになるのね、これね。このでかいにあるのかな、ね。でもバイクのなんか純正のやつってこんなでかいんだよね、いつもね。正直ね、結局吉村キャブにしたらファンネルしかついてねえみたいなまあ続く感じですかね。まあエンジンの中身をきれいに倒したい人はね、こういうのがいいんじゃないかろうかってことでさ。で次これ FI ですね。でドンと。でこれを見た瞬間お茶砂肝さん思ったわけです。これコンピューターで勝手にやってくれるなら、ちょっと待って、キャブより簡単なんじゃねえのっつって、これつけるだけでもうあと走るわけですよ。どっちが前なのかみたいなねどっちが前なのかみたいななるけども、危ないとでこれがどっちか前が正直わかんないけど、まあ実際くっつけるときわかるでしょ。まあ多分こうだろうね、こうつけんじゃないかな、この出っ張ってからこう。まあ、今回はなんとサービスマニアな感じね、すげえです。でこれがあれかな、多分アイドリングかな気がしますね。これ回すとほらここが上がってくから、これがアイドリングだと思うんだよね。こうね、これをこうやって回すとこうね、ほらこれやめとけって話だろうね最初の設定からいじんなっていうね。でここをアクセルワイヤー引っ掛けてクイックイッとただまあ電源の差し込み口が多いっていうのがね、今までのキャブ人生から考えてよくわからないよね。まあ、キャブには電源の差し込みが全然ないからね、そもそも。パッと見だけで 12345 これもそうでしょ多分。こっちはのこれ何パッて見たら空洞だったんだけどこれなんだろうこれ。まあみたいな。まあこれもサービスプランに書いたでしょ、サービスプランでねでここでまたやっちゃったんですよ。これなんで俺と佐山さんこういうこと起きるわけ？買えねえから買えって言うから買ったんですよ。まあねデンとこれシートですねデンタンクですね純正のエアクリーナーですね。完全にさっきと同じです。もうデジャブですよでこれが要はまあかぶったエアクリーナーです。説明いらないですねはいということで今回購入したのは全部これだけです。何もできない。またこれハーネスは俺のせいだよそうハーネスがないと話にならないんですよこれ。あとスイッチとかもね、まあハーネス電源系と、まあ、スイッチがなければ結局こんなもんも電気差し込み口あるねなんて言ったところでいかないから、ハーネスが第一だねなんて言ってたんだけど、ハーネスっていうのはこう1本で電気になるやつ。はいこちらです。未払いがついてるっていうねもう昨日払ったつもりはまた忘れてんだけど俺。えなんで？本当。いや帰り払うから帰り払い。じゃあ今から払いに行こうじゃんこれでそうしよう。みんなで行けば怖くないってやつ第2話で正直1週間で何も用意できませんでした本当に申し訳ございませんでした。これじゃあ動画一本として成り立たないし、うちらもどうしていいかわかんないから、いつものこのパターンでいきたいと思います。せーの。クリームパン売ってるよ。食べたい。クリームパン食べたい。ふざけてるね。うわ煙すごい。あもう消えないね。ドンとはいドンとはいでで1年前の薪だから煙がすげえのこれ。燃えたけどすげえうわデント黄色のやつね皆さんちょっとね、なんかこう痛風に車の運転があるんですすいませんが、はいあーうまいんだけどぬるいな少しなプレミアム恵比寿ということで、はいということで皆さん申し訳ございませんでした。今ちょっとインスタが爆裂今アップしたんでちょっと止めますね音。はい、ということで皆さん申し訳ないんですけどこれいつもの回ですね、はい、簡単に言うと、手詰まりなんでガレージでバーベキューやりますって言うんです。バーベキュー、まあ、バーベキューどうじゃないですねこれでも完全にこっち来るからほんとすごいほんとすごいまあモテるガイドまだ全然なんですよこれね、はい、ペンと湯道具ですね。ということでみんなで会議しようってことですね、はい、囲いながらね、はい、じゃあまずもうねコメントを読み上げていきたいと思いますね、はい、前回の動画のじゃあいきますか。なんとなくやっぱ一番多いのはナンバー取れんのかというところですよね。車検通んのかと。なんで 250cc にしたんじゃなくて 400cc にしたのかっていう質問がすごく多かったですね。はい、じゃあこれに関してお答えしましょう。これは僕ですね。前回バケモノモンキーが 213cc だったからですよ。だからこれを213を250にしたところで、212を250にしたところで全然大したことないんじゃないか説。確かに。だから倍近い400に行ってみたんですね。はい。そうなると車検の壁がある。はい。知ってます。さすがの俺でも知ってますよ。つう感じですね。なんで気持ちですね。気持ち。で次はこんなん来てるよゆうちゃん。キャブないの？の言い方が可愛すぎる。あははは嬉しい。そういうのもっと欲しい。じゃあこれはまだまだ残っている。マナシはどこ行ったんですか？出た。なんかそれについてはもう総集編見たらいいんじゃないですかね。いやもうねすごいんですよね。まあしゃあないだけどマナシのコメント来てるだけではあみたいな。うんのこれはみたいな。おいふざけんじゃないみたいな。だってそれはさこっちはこっち。過去のやつと比べてんじゃないんだよね。そう。頑張ってるから編集とか片付けとかさ知らないバイトについてはめちゃくちゃ勉強して頑張ってるからさ。なるほどね。じゃあこちらのコメントはどうですか？今の子よりマナシンの方が全然良かった。なんかそんなあったよね。圧倒的マナ派なんだよね。圧倒的マナみたいなね。ああ。うん。一人は好みがあるんで別にいいですけど。いいですけどなんか見れる人こういうのそういうの見てる人がいるのにコメント全部見てるから。わざわざ文字に起こしていただかなくてもわざわざ文字に起こしていただかなくてもわざわざ文字に起こしていただかなくても。好みで総集編見ていただければなって感じですね。まあいいだろう、ほっといてくれた。ほっといてほしい、本当に頑張ってたもんだって、嫌な気持ちにはなります。以上です。あ、最近なんか面白いのあったかな。今回の動画のコメントはもう一点に限るよね。車検通んのか、通んないのか、通ってほしいか無理だよっていうご意見の真っ二つ。もういいも悪いもん。絶対無理やめとけと、おじさんならできるの。絶対無理やめとけって言いながら、絶対いいねボタン押してるでしょ。いいねボタン多いもんだって。押してるでしょ。なんて言いながら。ちょっと期待しちゃってるでしょ。本当好きなんだから、うちのこの感じ。あ、ね、実際の目痛い。クリームパンでは食べます。あとあれだね、少し多いのが溶接よね。溶接の会話が多い。その溶接ができる人だけになった方がいいのでは、もう俺が溶接うまくなるしかないとか、俺が乗るからええだろもう。結果。うん。大丈夫折れない。毎回言われてる貴重なフレームを。そう毎回言われるこの貴重なフレームを切らないで今回は切るでしょうね。バツともう首根っこぐらいからガーンいきたいと思いますね。よくよく考えたらこうやってコメントいっぱい見ながら話そうと思ったけど、大きなこと言うとこれしかないんだよね。あれはなんとか計算。それ最後にしてんの。あ、ごめんなさい。なるほどね。ホーネットのエンジンでやってほしいって人もいたね。ついに土地狂ったか、キャブ化はできると思うけど車検がね250でも大変なのに変態を極めてしまうのか。もう褒めてるのか褒めてないのか分からない。リスペクトはしてるんじゃないですか。してる？これ。してるんじゃない。どっちの？キャブ化できるんだ一応。でもできるらしいよ。それは俺も調べた。結構ありましたよ。でね、これ今更ですが面白そうなのでチャンネル登録ポチってしまいましたってしてよ早く。本当して脳筋ライダーさんも言ってますけど、いやマジでうちもそうなんですよ。もう全然再生数とチャンネル登録の比率が違うんですよ。本当して。うん、してほしい。それぐらいしか俺らのないですからね。うん。望みよ。そう望や。ハングオン。恥ずかしい。いきますよ。次。やめなさいって来てる。もうただそれだけ。もう他に何もない。本では無理だから終了。本漬け。でも乗っかったからね。乗っかっただけ。で、まあ大取りみたいなねコメントが多かったのがこれですよ。共同計算ですわ。ですわ。まあ昨日俺と砂肝さんが飲んでたんですよ。まあゆうちゃんも途中までいたんですけど、家庭先にバックリアがあってですね。やめてくださいそんな言い方。付き合いの悪いゆうって。やめてください。そんなこと言わないでください。はい。ということで話戻す。共同計算ですよ砂肝さん。はい。で昨日飲んでてなんて言ってましたっけ？できそうな気がする。余裕だっつって。任しとけと俺には。まあでも俺もねなんかはっきりと今までの付き合いから言うとこういうのは意外と砂肝さん超えてくるような気がするんだよね。もうあらかた調べてるしねもうすでに。俺なんかハイセンス見ただけで鳥肌立つって。どうせ誰もやらずに俺になるんだろうなって話です。多分俺共同計算じゃなくて多分ね、鉄パイプ3本つけたらいけんだろうとかそういう風になってる。ただ見ちゃうと眠くなっちゃう派なんで、眠くなっちゃうからしょうがない。つなぎもんさんでお願いしますね。ハンズオン。恥ずかしい。もう一回上げてみる？やってみましょうか。熱い。おお、いいんじゃないのこれ。いい感じいい感じ。もうちょっとだよね。まあでもこの共同計算がつなぎもんさんができればもう終わりだからね、こちら。だから段取りとしてはまず援助をかけるで、まあそれで安心だからエンジン大丈夫だなと思って、でダメだったらもうパーツリストもあるからエンジンの中身の大事な部分を買い替えても正直言って数万円いかないんじゃない、 2,3 万ぐらいしかいかなくない中身だったら。 SR 買ったもんね実はね。ニヤニヤしてんの何そこニヤニヤしてんの何に期待してんのあなた。期待してんの違う違う、何でもない何でもない。大丈夫マスクしたって分かるよね。目が何か期待してないぐらい分かってるから、ね。期待してない。で戻しましょう。話戻すと、まあエンジンかけるでしょ。でエンジンかけて、でその後次はフレーム。昨日話した感じだと、まあとにかくくっつけろと。俺が。まあとにかく一回それっぽい形にして、でもなんかね、俺今日もう一回撮影中に乗っけた時、あなんかちょっと前よりいける気がしてきた。気がするだけでしょ。まあエアクリーナーはいらないと思うから。まあまあ。うん、正直アンシャブル。何にやじゃってだから。わざとそういう顔したらいつ突っ込むのかなってみたいな。違う違う。え？いつクリームパンの話してんのかなって。うんじゃねえよ。話戻すとフレームをまずくっつけて、エンジンガードとかもね作ってよ全部鉄で。もう今回鉄。丸みとか言わない。まあ第一映画できてからの話。そうね。第一の映画できて、でなるべく10インチで俺は収めたいのタイヤは。12じゃもうやっぱモンキーじゃないもん。そのこだわりはある。ある。ちょっとエンジンがタイヤに当たっちゃってもいいかなみたいなぐらい。ダメでしょ。ぐらいでいきたい。だから今回後ろは気にしなくていいよね。ただエアクリーナーを真面目につけたら無理だね。ずっとクリーンパンで我慢してるじゃん。俺だ。何が嫌なのよ。ちょっと触れないでください。笑い上手なんですよね、この人。笑いが止まんなくなっちゃう。トミーのピンクのやつをつけてるくせに。え？じゃあいただきましょうかね。はい。グツグツしてんねもう。あちち？あちちだこれ。すごい。来てるね。上手。素晴らしい上手。お上手です。で、まずなんかちょっと豆腐汚れてるけど。豆腐汚れてる？で、こうなるべくこうすくえないみたいな。全然できないんだけどやっぱこれ。えなんでなんで？穴開いてる。穴開いてるんだ。はいどうぞ先。はいどうぞ。それでは。花水がすごい。じゃあいただいてください。あったかいですか？いただきます。あったかいうちに。あっち。あっか。うんネギちょうどいいじゃん。うまっ。おいしいおい豆腐。初めて食べました、湯豆腐。え、マジ？え、食べたことないです。美味しい。だって湯豆腐にいっぱい野菜入って湯豆腐じゃねえっていうの、鍋のちゃうこと。だからなんで今日キノコ入れないのかなと思って。それ鍋っていうのよ。お酒飲みたい。はい終わり。あとネギだけ。ネギ食べていいですか？どうぞ。これつゆ入れたいね。うん、もう無理絶対無理よ。大丈夫でしょ。本当に無理だね。うん、ちょっとした志村けんみたいな。本当に。ネタ的に。どんだけ素早くやっても無理だ。まるで忍者モンキー。うわどういうこと？まあということでですね、うちはバイク動画なんですよね。説得力ないですけど、バイク動画なんですけど、まあ行き詰まるとまあこうやって湯豆腐やるんで、前回の化け物モンキーは2回やりましたね。でも今回行き詰まるっていうよりもパーツが揃わなかったってだけだから。うん、そもそもね。作戦会議はしなきゃいけないですね。八島作戦？熱っ。火入れないの？ぶっ込んでていいよ。ぐらい全部入れちゃって終わり。パーいやあ違う違うこれクリームパン食べる人お酒があってますけど来た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 よこれこれおめでとうよし。まあつうことでですね締めましょうか。本当にうちの動画バイク動画だなってこれを見て思った人はグッドボタンを。はい押さないでしょ。誠に申し訳ございませんでした。本日はこれまでにいたします。はい。それでは皆さん、ゆうちゃんのクリームパンを食べてるシーンでお別れしましょう。次回はちゃんとできますように。次回は何をするんですか？まあ動画として来週出したいんだけどね、ちょっとね間に合うのかなこれっていう感じはありますね。砂肝さんもちょっと忙しいんでねこれね。じゃあメットハンズオン恥ずかしいこの子ね、ほんといつもスーパー行くと常にクリームパン買うんですよ毎回クリームパンがだって私を呼んでるんですよ、うん、でも小さい青木っていうスーパーがあるんですけどちょっと高級ブランドの、はい、でそこだとこのミニクリームパンっつってこの一回りちっちゃいのが3つ入ってるんですよね。変わんないですよね全部食ったらクリームパンだけは許してほしいです、みんなで飲みに行くとかねご飯食べるって言っても絶対クリームパンですから完成。イエーイ。お、火を見ていけんじゃん。わあ、いい気持ち。